港ソフト。マジで私に恋しなさい。ああ、し、なんか違う意味だ。俺様はすごい言い草だね。そんなこと、あれはお前一途だろ。あと、マジで私に恋しなさい。武蔵小杉です。お、ここはチュートリアル。私たちのプレミアムな説明を聞いて。ゲームの流れは、私たちは全然ゴールデンウィークを過ぎるまでが終わればアニメが流れ、いよいよオープニング後、主人一日に会える人は決まってる。そうだから、会いたい人が都合悪い時、つまりキャラの下にあるゲージが、そう、これをゼロに。攻略ゲージの長さは、うん、あっという間に攻略できる。そして重要なの、配置されているキャラがそれぞれの個性により自己主張をし、攻略できるヒットポイントが少ないからといって具体的なパーソナルアクション一つだけ。私たちと同じ位置に、発動。こんな感じで各キャラ一人に決めて集中して攻略すれば、まずで、そのキャラのシナリオに突入すれば、時々出てくる選択肢は意味のないものから話が分岐する。その直後は影響な、うん、臨機応変。他に何かあるかな。タイトル画面のところに、あとあれだ、ヒロインによっては18金バリバリのおまけモードからクリック。それでは。うまくできた。彼女たちの説明、新しい。それをつだが、私も早くゲームに。若はそうやって釣られてないで好き。